全国卓健受験生の皆さん、こんにちは。はい、卓健講師の水野でございます。で、まあ皆さんですね、2019年の卓健試験合格に向けて頑張っていらっしゃるでしょうか。 まあ頑張ろうかなと思ってる人じゃないと、まあ、そもそもこの動画開きませんからね。でもすでに頑張ってる方もいるしえいやそろそろやんなきゃなとか思いつつやってない方もいらっしゃると思いますがあのこの REC のですね生講座というのは12月から、まあ、始まっております。で1月から開講の場所もあればね12月のところからもあってさまざ、あ、まですが、まあ、私の,、ね、あの新宿の講義ではあの12月から始まってるんですねでじゃあもうすでにに始めてる方12日にとね。 ももううヶ月もねやっっっててるる方がいいんんだっていうちょっと焦りませんか、うん、ただね焦る必要はないんですよ実際あの大体いいあの12月ぐらいにねよし始めるかっつって,ってあのもう悔しい思いしたからっていう方がやっぱ多いんですけどね、うん、そうするとなんかもうそろそろ3月とかになって花見の季節になると長だるみすすんですよもうね息切れちゃってね、うん、でもそれはそれで早い時期からやった方が絶対有利です息切れてまた復帰できるんでね うん、ゴールデンウィークで、ね、がっつり休んで旅行行ってその後によしまたやるかって新たな気分になるんで,、うん、でそろそろ、ね、始めないとやっぱり、ね、手遅れになるていうか早く始めた方が絶対いいです息切れはするけどもえ今のうちやった方がいいですでちなみにですよ、あのー、新宿エルタワーのです、ね・江戸川の生クラスあと今度の、ね、3月26日ですねあのそこがあの生で聴ける最終期限になります。 で別にあの私収録もやってるので、あの生クラスと収録のね、dvd とかウェブのクラスが。全然違うことやってる方、そんなことはないんです。やってることは同じなんです。ただやってること同じなんだけど、やっぱり画面よりも。実際なんか、た、こうね、あの教団にいて、その臨場感ある方がいいなあっていう方はやはりまだまだいらっしゃる。多いんですよ。うん、そうすると、もうね、3月26のスタートが、これ最終回になるんでね、うん。そろそろこうやろうぜっていう気持ちにならないと、これはあの。 なんだよ DVD ウェブで見なきゃいけないやる気しねえみたいになっちゃう可能性があるんでね、うん、生クラスの方は、はいここにもう開口日出てるんでねテロップ出ると思うんでね、うん、そこを目指してぜひぜひとでそこになる前でももう思い立ったが吉日ですから早くやった方がやっぱり絶体的にアドバンテージ取れますから、はい、そしてこれ初めての受験の方もで考えてください卓球試験ってね15%程度なんですよ合格者が85%は居残り組なんですよね。初、うん、学者の方 やっぱりこんな85%もうすでにお勉強一通りやってる方相手にするんですよ早くやんなきゃっていう気持ちなりませんか、うん、であと昨年受けた一昨年受けた何年か受けてるっていう方も今年絶対受けよう受かろうと思ったらもう早くやった方がいいですよ昨年やったことももうね4か月5か月ってどん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 忘れてじゃあ6月ぐらいからそろそろって言ったらもうね何もなくなってます。もう全く 全くももうやっっったたことが何も残ってなかったりすするんですね早く戻した方が早く始めた方が去年の知識活かせますからね早い動きをぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、はいまあ、大したお話ではございませんが思い立ったが期日、ね、今年の卓球試験合格を目指して頑張りましょう